日常運の食うたリピへようこそ。さて本日の動画はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちらファミリーマートの梅干し商品6種を食べたいと思います。何か梅をまぶしたわかめとか、あと梅乾燥梅、いろいろありますね。梅はやっぱり地元の、私の地元の名産なので気になりますね。これはというわけで、ただ酸っぱさで悶絶する可能性があるので、念のため今回はカフェラテを用意してあります。緑茶とか用意したいんですけど、そういう緑茶はマシーンがないんだよ。ではまずこちらの干し梅から食べていきたいと思います。ではこういう商品で前にも別のやつで食べたことはあるな。はい、中身はこんな感じです。干しって言われなきゃ結構柔らかい気がするな。はい、ではいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、続きましては一口カリカリ梅、どんな感じなのかな。カリカリ梅って食べたことないんですよね。はい、中身はこんな感じね。おお、結構本格的な梅干しのような印象ですね。ではいただきます。はい、次はおしゃぶり昆布紀州梅、昆布にまぶしたやつね。しかも紀州とは嬉しい響きです。それでは、はい、中身はこんな感じです。ではいただきます。はい、続きましてこちら無着色の一口カリカリ梅。先ほどのカリカリ梅の色がないだけのタイプなのかな、それとも何か他にも違うのかな。はい、中身はちょっと、やっぱりこんな感じですね。この緑の方がなんとなく馴染みある気もします。うん、梅ジュースとかですね。では食べてみます。はい、続きましては紀州南高梅の梅酢仕立て茎わかめ。これは先ほどのわかめは固めでしたけど、こちらは柔らかめな見た目のような印象ですね。おお、これだけ袋詰めが至れり尽くせりな感じがしますね。中身はこんな感じです。ではいただきます。はい、ラストはこちらの種抜きはちみつ干し梅。これはどんな干し梅なのかな。最初に食べた干し梅とはやっぱり違うのかな。はい、こんな感じ、中身はやっぱり最初のと似ているような気はします。ではいただきます。いろんな味わい方できて美味しいですけど、その中でも一番のお気に入りは反対にちょっとイマイチなのもありますね。まず最初に食べたこの甘酸っぱい種抜き干し梅はしっとりとした食感にがとっても口の中でまろやかにとろけていって美味しかった。酸っぱさはそれほどでもなかったですね。本当に甘さの中にほんのりあるようなそんな感じでした。なので酸っぱいのが苦手な方にも食べやすいかもしれません。で、続きましてのこちらの2種のカリカリ梅、これは本当に色がついてるかついてないかだけで味はそんなに変化はなかったですね。なのでただ自分は梅干しをわざわざカリカリにする意味があるのかな、ちょっと疑問に思ってしまいました。むしろすんなり溶けてくれる方が食べやすかったので、これはちょっと残念でしたね。では続きましてのこのおしゃぶり、昆布紀州梅、こちらは梅の酸味がしっかりまぶされていて、昆布なので噛み応えもあって満足感はこれが一番ありましたね。で、干してあるので固めなので噛み応えもあるので、ね、早食いの防止にもなりそうです。まあ自分は早食いしてますけど、はい、同じくわかめからの茎わかめ、こちらは柔らかいのでちょっとむにゅっとした感じ、食感の好みで先ほどのわかめと分けるのがいいです。梅酢なのあるのか、先ほどの昆布よりも梅の酸味は強かったですね。そして最後に食べた種抜き蜂蜜干し梅も基本的には最初の干し梅と同等なのですが、こちらの方がやや酸味が強かったかなという気がします。なのでより酸っぱいのを求める方はこちらの方がいいですね。でも甘いのは好きなという方はこちらの方がおすすめで、自分も今回これが一番のお気に入りですので、これを代表として、ちょっと待ってよ、いろいろバタバタやってたらいつものサイコロがどっか行ってしまった、飛行機行ってしまったので、代表としてこちらの点数とさせていただきます。はい、それで夏の日や兵士守ると日の光、日の光に兵士が守られているのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演武終焉。
お楽しみいただけましたか？もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。